皆さんこんにちは。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はですね、いい感じで晴れ渡りましたね。もう真夏の、暑い日差しがね、じんじんって感じですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、僕はですね、今日はちょっとお休みということで、今日明日お休みなんですけども、ちょっと高校野球を見ながら、いろいろやってたんですけども、はい、僕のね、地元、弘前のね、高校がですね、青森ではね、有名な佼成学院と、対戦してね、結果はね、コールド負けになっちゃったんですけども、頑張って、もう昔はね、僕が高校の頃はもうそんな野球で出てくるような、そんな高校ではなかったんですけども。強くなったんだっていう感じでね、ちょっと見てました。はい、ということで、野球シーズンということで、もう高校野球ですからね、夏は。今日はですね、そんな、夏に歌いたくなっちゃう、高校野球を見たら歌いたくなっちゃう、曲を言ってみたいと思います。それでは、行ってみましょう。今日の一曲、タッチの主題歌ですね、アニメ「タッチ」の主題歌、岩崎良美さんで「タッチ」。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、きっと愛する人を大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙を見ないふり、すれ違い山り道を、あと何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願い、タッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチで、受け取ってよ。ため息の花だけ束ねたブーケ。愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。寂しさ全部映ってしまえばいいね。二人で肩を並べたけれど、星屑ロンリネス。一人涙と笑顔を測ってみたら、涙が少し重くてダメね、横顔で泣いてみた。青春はね、心の噂、知りすぎてるあなたに思いが空回り。お願い、タッチタッチ、ここにタッチ、切なくてタッチ、手を伸ばして受け取ってよ。束ねたブーケ。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの。星屑ロンリネス、誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。
はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ねえ、懐かしいですね。もう当時ほんとタッチの漫画はですね、もう何回読み返したか分かんないぐらい、もう泣きまくってましたね。本当に感動する漫画だなと思います。はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、森川ゆかりさんの、正味男女7人シリーズということで歌わせていただきました。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。昨日の曲流れてきたら、きっと今日はこれだなと思ってたら大正解、おめでとうございます。86年といったら、J-BOY の都市伝説。ああ、確かにそうですね。ちょうどね、中学校の、修学旅行で東京だったんですけども、渋谷公会堂か NHK ホールか、渋谷公会堂ですかね。で、浜田省吾さんの、コンサートをやってて、浜田省吾だっていう感動を受けた思いがありますね。はい、ちょうどその近くをね、あれはどこに行ったとこなん時なんだろう、多分原宿竹下通りに行く途中で、その渋谷公会堂の前を通ったのかな、なんか分かんないですけど、私は2歳と、3歳の年の子の子育て真っ最中、まだ20代初めの、頃、余裕なかったな。まあ確かにそうですね。20代初めの頃で2歳と3歳の子供って言ったらね、もう大変だったと思いますよ。だから今、手元にいる大学生の息子がたまらなく可愛い。 ねえ、ぜひ手元からね、離れていっちゃう前に、もう存分にね、愛情を注いであげてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんばんは。キャー、今日はこの曲だったんですね。まさに外せない。昨日動画見たばっかりでした。この曲ってさんまさんが CM で歌ってましたもんね。あ、そうだったんですか。それちょっと覚えてないですけども。なるほど、ドラマの、続編だったんだ。アナログ時代でしたよね。学校のロッカーに手紙入れるので思い出したのが、高校生の時に、友達が好きな先生がいてラブレターを書き、靴箱に入れてたか直接渡したかという記憶があります。ああ、そうだったんですね。ぬのちゃんにしきりに首を、谷さんくすぐったくないのがびっくり。くすぐったくないんですよ、全然。見てる方がくすぐったかったわ。そうですか。まあそれはもしかしたら男性と女性の違いなのかもわかんないですね。アップとかは忙しいタニーさんなので、マイペースでお願いします。まあ今日もね、なんかいろいろやろうと思ったらですね、朝からですね、スタジオワンのね、外のベンチがあるんですけど、そのベンチにね、色を塗りに行って、でちょっとバタバタしてまして、この時間になりました。今3時46分ですね。はい、今日もありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。ニコルさん、いつもありがとうございます。こんにちは。タニーはそんなに美味しいのですか？にやりて。ね、どうなんでしょうね。舐めてみますか？ ヌノ君のペロペロで話が半分しか入ってこなかったけど、ヌノ君可愛すぎ。ほんと可愛いんですよ。もう世界一可愛いワンコですね。人生の半分はなんだか年齢と戦ってる感じがしますね。まあ確かにそうかもしれないですね。そうならないように、年齢気にせずチャレンジだ。ははは。年取る人と年取らない人の違いって、同じ年でもね、全くこう年齢にそぐってない見た目の人っているじゃないですか。まあそういう人ってやっぱり年を気にしてないんですよね。ああ、もう何歳だ、もう何歳だっていう感じで自分をこう洗脳してるっていう部分もあるので、もう本当気にしない方がいいと思いますよ。今でも19歳だと思って生きてれば、大丈夫だと思います。まあ物理的にはね、どうしてもシワが増えたりとかね、そういうところはあるとは思うんですけども、もうそんなのも気にしない。気持ちが若ければ、
なんていうんですか、オーラが輝いて見えますから、それだけで若く見えると思います。はい、頑張っていきましょう。お忙しそうですが、熱中症気をつけてご自愛くださいね。ねえ、ニコルンさんもね、もう頑張ってますもんね、動画の方ね、もうあっという間に追い越されそうな勢いで頑張ってますけども、はい、ぜひ一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。あ、単にくすぐったくないのですか。くすぐったくないんですよ、これね、本当に多分男性と女性の違いだと思いますよ、その性感帯のね、はい、はい、ありがとうございます。座布団さん、いつもありがとうございます。ぬーの、もうそこまでするとエロいわ熱中症対策の塩分補給かな、多分塩分補給だと思いますよ。ちょうどね、あの仕事帰りで、もう汗だくで、その汗の跡を舐めてるんで、もう汗の跡を舐めたがるんですよ。そうなんですよ、あのうちのヌーノはね、あの僕の汗で塩分を補給してますからはい、ありがとうございます。はい、昨日も、スパム扱いのコメントはありませんでしたね。はい、今日はですね、この後もちょっとあのバタバタいろいろやることがあってですね、なんだかんだ言って休みの日ゆっくり休めないっていうのが現実ですねまあまあまあいいですよ。はい、まあでも明日はね、海に繰り出せたら繰り出して、夏を満喫しようかなと思ってます。はい、ぜひ皆さんもですね、素敵な週末をお過ごしください。熱中症だけ気をつけましょう。それではまた明日。